はい、どうもナッツです。今日もお願いします。さあ本日なんですが、コロナワールド福山店でですね、行われている、ダンスアップ福山というイベントにやってきております。あいにくのですね、ちょっと天候が雨ということで、結構そのね、もう会場もキッチンカーとかね、そのマルシェ的なものが外で行われているので、まあ、結構その外の方でのお客さんっていうのがなかなかチリチリになってたりするんですけど、建物の中ではただいまですね、ダンスイベントの方が開催されておりまして、そちらの方はね、盛大に行われているということなので、まあ、ちょっと音源の問題があるので、BGM の方差し替えさせていただくとは思うんですけど、ある程度はですね、ダンスの様子とかお届けできたらなと思います。さあちょっと雨なんで片手を封じられるっていうアクシデントが発生しておりますが、頑張ってイベントの様子お届けさせていただきたいと思いますので、最後までお楽しみに。ポテトマンだ。はい、というわけでおなじみののぶたまさんでございます。イエーイ。さっきねポテトマンがちょっとチラリズムしてたけど、はい、今日もねたくさんのポテトが販売されておりますが、あ、なんかニューっていうのがある。ピリ辛チーズプルコギ、これ今回からですか？いやいやいや、前から？冬らへんから。あれ、新しいのこれ。私最後に食べたのいつでしたっけ？多分そのこの前のハピマの時はポンさんが買ってたから。あ、ですね。そうそうそう、あの時もあったんですか？ありました、ありました。でもちょっとこれ気になるから、じゃあこのピリ辛チーズプルコギ一つお願いします。 OK、 ピリ辛一丁あります。そんな居酒屋テンションだっけ。はい、じゃあのぶたまさんのですね、注文ができる間にちょっと別の、キッチンカーの方にも行きたいと思います。今回ね、本当にたくさんのキッチンカーが来てて、まあ他のイベントでも見たことある、キッチンカーもあれば、今回初めてね、見たキッチンカーもあり、前々から気になってたけど、あ、そういえば買ったことないなみたいなお店もあったりするんで、ある程度ぐるっと回れたらいいななんて思ってます。さあそれでは続いてこちらのお店に行きたいかな。チーズハットグ1つと、ワッフルチキン1つずつでお願いします。プルコギが美味しそう。なんだろう、すごい韓国っぽい。これキムチ？なんかちょっとキムチっぽい感じで、なんかすごい韓国の味がする。すごいお肉の塊が。お肉めじゃあ次これね、ワッフルチキン。あ、すごいワッフルにチキンが乗ってる感じで、いただきます。あ、甘じょっぱ。これは癖になる。結構そのワッフルが甘めで、チキンがねめちゃくちゃスパイシーなんで、甘じょっぱがねすごい絶妙です。めちゃくちゃ美味しい、これ。チーズハットグ。
伸びるかしら。外パリ、中ふわもちな。でね、ケチャップとマスタードがね、めちゃくちゃ美味しいです。結構しっかりとした粒マスタードな感じなんで、すごいアメリカン。めちゃくちゃ美味しい。はい、それじゃあですね、お昼ご飯食べたので、ちょっとね、寒いんだけど、ずっとね、気になってるアイスクリーム屋さんが来てるんですよ。なんか、のぶたまさんが言うには、福山初出店らしくって、ちょっとこちらのお店のアイスも食べてみたいなと思います。寒いけどね。おすすめってどれあります？あ、これおすすめで一番まあシンプルなやつですよね。じゃあこれ一つお願いします。はい、こちらでね、シンプルな生ソフトクリームのリッチでいただきたいと思います。味上品、めちゃくちゃ美味しいですこれ。うん、さあ、それではね、キッチンカー系もある程度回れたので、今度ねマルシェ系の方にですねちょっと見ていきたいなと思います。はい、今回ですね、マルシェ系というか販売されている商品が多肉が多いですね。まあ、いわゆるなんかハンドメイド的なものは今回少ないみたいですね。ちょっとどこか多肉が紹介できないかな。はい、それではですね、こちらの出店の方にやってきました。お願いします。はい、お店のお名前よろしいですか？キュートスイーツさん。かわいいこれ。キュートスイーツさんです。はい、概要欄に載せさせてもらいますね。はい、今回販売されている商品のご紹介よろしいですか？シンプルにしようというアクセサリー。はい、あ、これ、全部レジンですか？そうです、全部レジンで、手書きで模様を描いてます。すごい、結構もう個性が溢れてる感じで。かわいい。はい、いらっしゃらないけど、天作さん、こちらのね、天ぷら定食のお店ということで。なんだろう、すごい好きだわ、これ。かわいい。すごい、大バスツビナ。なんか私も結構こう、はい、性的なピアスとかが好きで。今日雨ですね。はい。これ全部いじってくれ風な感じで。イヤリング。あ、ピアスが。イヤリアリングで。あ、そっちがピアス。はい、いや、素敵なね。なんかピアスじゃないの。はい、店舗の名前もお伺いしてもよろしいですか？あ、これもキーホルダーになる。かわいい。はい、おすすめの品をお伺いしてもいいですか？ガリマヨ、はい、ガリマヨ、こちらキッズイヤリングなんかナンバーワンとなっておりますね。こちらがですね、800円となんかすごい、知ってるようなキャラクターたちもいて、品物が届きました、ぜひともね、美味しく召し上がってください。ありがとうございます。は
い、じゃあ続いてこちらのお店やってきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。お店のお名前が、はい、ラフルールと言います。ラフルールさんでありがとうございます、はい、今回何を販売されてる感じですか。今日ですね、あのキッズ向けの、はい、いろいろワークショップをさせていただいてます。キラキラするそういうスノードームだったりとか、キャディーボックス、あのマックあたりで、こちらの米粉塩、米粉カーテン、今度でお魚を食べるものさん、可愛い、はい、ちょっとね、お姉さん向けなのでハーバリウムを出させていただいたりとか、こちらがあのワークショップね、させてもらって、うさぎさん入ったりとかね、そうですね、周りをデコったりとかしてね、しています。あとは、販売の方がお花の方を、今の時期なのでコサージュの花ですね。それと、あの倉敷から来てますので、倉敷畳のヘリがちょっと見えらかいするので、そのあのこのを使った小物だったりとか、はい、あとはあのこれもこれはあの岡山なんですけど、はい、ダンディのピノさんの、はい、着物の柄、あの生地を使った、はい、なんかね、ぜひとかつまみがせらとか、ね、じゃあ、 あのインスタもやられているということで概要欄に貼らせていただいて大丈夫ですか。はい、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます、はい。各種5000円のほどもよろしくお願いいたします。優勝しか見ていません。とにかく楽しみです。どうか目を離さずに見ていてください。よろしくお願いします。
い、というわけでですね、車の中からで失礼いたします。ちょっと雨がね強くなってきていて、本当に傘差しながらね動画撮るのがちょっと継続が難しかったんで、すいません、急遽車の中へ逃げました。コロナワールド福山店でですね行われました、ダンスアップ福山、そちらの様子をですね、まあ、ちょっとあいにくのお天気だったので外での撮影っていうのがちょっとなかなか困難だった部分があって、ちょっと見苦しい点もあったとは思いますが、イベントの様子をお届けできたかと思います。またこういったイベントが開催されましたらなるべく撮影しに行きたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、というわけで今回の動画もありがとうございました。次回の動画もお会いしましょう。バイバーイ。この動画面白いと思っていただけましたら、評価グッドボタンの方よろしくお願いします。さらに面白いと思っていただけましたら、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。さらに X、Instagram もやっておりますので、フォローの方よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。